私と一緒に川に来てくれてありがとう。ここは私の一番好きな場所の一つです。川は穏やかにゆっくりと流れています。急いでいません、慌てていません。自分のペースで、プレッシャーなしで前に進んでいます。あなたは最近ストレスが溜まっているように見えます。そうですね、この世界はプレッシャーがいっぱいあって、ストレスがあふれますね。私はその気持ちがよくわかります。少しの間、私と一緒にこの川を真似してくれませんか。急がずに、プレッシャーをかけ、自分のペースでゆっくりと流れましょう。川の周りを少し見ましょう。どのような景色ですか？自然豊かな場所、緑色な木に囲まれていますか？草、野生の花、動物が見えますか？この風景を深く深く染み込ませましょう。平和ですね。我々人間もこの平和な自然の一部分です。たまにその事実を忘れてしまうのに、川そのものを少し見ましょう。どのくらいの幅ですか？狭くて曲がりくねる川ですか？もしくはナイル川のように広いですか？川はどの色ですか？透明、青、緑色。川の見た目を少し楽しみましょう。見回りにはどのような音が聞こえますか？動物の鳴き声が聞こえますか？どの動物が見えますか？カモメ、アヒル、ガン。川はどのような匂いがしますか？水のすがすがしい匂いをかけるでしょうか？一回深呼吸しましょう。
つま先を川に浸しましょう。涼しいですね。流れている水がつま先に当たることを感じましょう。味わいましょう。今、地球にある水は地球が最初にできた時からずっと地球にありました。恐竜でもこの水を飲んだりしました。すごいですね。水の表面に歯が浮いています。おそらく木から落ちました。手を伸ばしてこの歯を取りましょう。少しの間歯を持ち続けていただきます。最近ストレスを起こしているものを思い浮かべましょう。そのストレス、その心配、その不安感を歯に置きましょう。そうしたら歯を川に戻しましょう。あなたのストレスは歯と一緒に遠くまで流れて、もう二度あなたのところに戻りません。ストレスが少しずつ遠くまで流れて見えなくなります。不安な気持ち、不安な思いがまた頭の中に浮かんでも OK です。そういう時、単純に歯を自ら取って、不安な気持ちをその歯に置いて、歯を水に戻していただきます。その気持ちはゆっくりと、ゆっくりと、ゆっくりと、遠くまで流れます。歯が消えることを見ながら、もう3回深呼吸しましょう。ございます。